こんばんは、ミントです。今車の中で、車中から失礼します。ちょっと抹茶のパンとかいろいろ買って、で今ドライブ しながらちょっと口寂しくなって、っ食べたいなと思って、食べちゃったらもう物がなくなっちゃうんで、でも車内だけど撮っちゃえと思って、ちょっと車の中から動画撮ってます。今日買ったものを、この明日のお昼用に買ったものをまず、抹茶のジャンボ蒸しケーキと20パー引きのなんか抹茶の蒸しパンです。サンドイッチ、抹茶と小豆のサンドイッチです。これなんかパン屋さんのサンドイッチで美味しそうだなと思って、これで268円です。まあサンドイッチはこんなもんな感じですかね。辻利の抹茶プリン、もうね、辻利の抹茶大好きです。これ絶対美味しいなと思って買ってみました。この抹茶ラテブッセ、これ安いからついつい買っちゃいます。で口が当たりが軽くて、なんでしょう、本当にポイッと食べちゃう感じで、こう抹茶のプチ、もう何でしょう、ドライブのお供のお菓子ばっかりです。こう運転しながら食べれるみたいな。こう豆乳の抹茶味です。美味しいです。そう生ドラが好きで、私ここの、この生ドラが好きなんですよね。これどこのプレミアムスイーツ、プレミアムスイーツの生ドラで抹茶もあって、わーわーと思って、絶対これも美味しいだろうと思って2個買いました。セブンのことがあって、セブンで買った抹茶のわらび餅です。スイーツばっかり、スイーツとパンをの抹茶のものをいっぱい買いました。で抹茶は全く関係ないんですけど、これがね食べたくて、でもちょっと我慢できなくて、ちょっとこれを、抹茶じゃないけどこれを食べたいと思います。ちょっとね暗くて分かりづらいと思うんですけど、美味しそうです。いただきます。うん、ふかふかですごい美味しいんですよ。でしかも値段も 100円以内だったかな、安くて美味しい。うん、すごい美味しい。これ美味しい。うん、美味しいです。ふわふわ美味しい。ふわふわふわ、ドライブ行ってきます。